今日も懲りずにアグアカリエンテにやってまいりました。今日はなんか学校の課外授業かなんかで小学生らしきグループがたくさんいます。そのらちゃんはボールで遊ばずに相変わらずタンポポ拾いしています。どれ、タンポポ見せて。手にはタンポポ持ってますね。まほら小学生いっぱい来た。多分小学生。お小学生がいっぱい来た。こら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 。痛み出よいっちゃ。ほらなんか小学生が数を数えながら。そのら。今日もタンポポたくさんです。今日はちょっと風冷たいね。またタンポポ発見。そんなにタンポポ取ってどうするの、そのらちゃん。ねえ。うん。ねえ。あ、タンポポじゃない花もあるよ。これ昨日島次郎に出てたね。あれ？取ってないな。あ、取った。ちょっと風冷たいね。何ですか？あ、また小学生来たよ。またタンポポ取ってる。ね、手黄色くなっちゃってるじゃん。あ、なんかやばい。動かないでよ。いっぱい来たから。ほら。何を数えてるんだろうね。44、45ってね。そのらも小学生に混ざって一緒に数えてきたら？うん、何？なんだって？ここは野鳥観察にも最適なので、じいちゃんばあちゃんがたくさん野鳥観察に来ています。でも、あ、見て、ほら、いっぱいあって、この黄色いお花。ほら。どう？今日は人がいっぱいだね。ね。これ、ヤシの木だよ。触ってごらん、ヤシの木。ゴツゴツしてるでしょ、ヤシの木。どうですか、ちょっとなんか言ってください。そのらちゃん、そのらちゃん、なんか光で見えなくてちゃんと撮れてるかね。
じゃじゃーん。タンポポ。ほら、ヤシの実が落ちてる。うんちじゃないよ、乾燥して。これスーパーで買うと高いんだよね。あ、アリの巣があるから来て。アリに刺されないように。あっちもほら、ヤシの木すごいでしょ。じゃ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 ん。ここは水が湧いてくる、水が湧いて出てる、あの公園なんですが、もう乾燥しちゃってカラカラで、ほとんど水がなくなっちゃってます。ねえ、そのら、靴は脱がないんだよ、そのらちゃん。おいで、立って立って、ほら立ってごらん。髪の毛溶かしてきたのにまたぐちゃぐちゃになっちゃったね。髪の毛柔らかいから。ほら立って。あ、また来た、小学生がいっぱい歩いてるぜ。また数えてるぜ。立ってごらん。よいしょ、せーの、よいしょ。ほら、小学生後ろに歩いてるでしょ、いっぱい。何を数えてるんだろうね、小学生ね。ねえ、年中し。何取ったの、今度は。何持ってんの、手に。何それ。何それ。見せて。なんか、ねえ、手真っ黄色じゃん、タンポポで。じゃあ、バイバイして。そのらバイバイって。バイバイってして、バイバイって。そのらバイバイして。そのらちゃん。また、花。バイバイして、そのら。バイバイ。はい、バイバイ。バイバイ。